若干傾いてんな。はい、皆さんこんばんは、ポッキーです。今回はですね、部屋をリア充っぽくしてみました。超いいでしょう。これね、Amazon で買ったんですけど、なんかシールで貼り付けられるやつで、とってもいいね。うん、おしゃれじゃん、なんか。で、もう一個おしゃれなアイテムありまして、ちょっと照明を切りまして、よいしょ、ほら見て、めっちゃおしゃれでしょ。これね、照明でいろんな色になるんですよ。黄色をしたら黄色っぽくなる。ほら緑だね、どっちかっていうと。で、あとピンクとかで、なんかオートモードとかにすると、ほい、ほら色変わってくんだよ。まあ、欠点があるとすれば、まあ、目に悪いとこ、あと落ち着かないことです。ということで、今回もコメントに返信コーナーやっていこうと思います。動画に来たコメントに僕が返していくコーナー、やっていきましょい。早読みもうまくできない、簡単な漢字も読めない、記憶力理解力もない、頭悪すぎてホラーゲーどころず、だけどポキさんが好きだから見てしまう。ありがとう。てかさ、ディスりすぎじゃないこれこれディスりすぎだよね、明らかに。早読みもできないけど、簡単な漢字読めないけど、またコーヒーサバイバルやってください、パソコンで。あのね、コーヒーサバイバルって何か分かんなかったんですけど、まあ、どうやらですね、コロニーサバイバル、リアルマインクラフト、あれのことかなって思います。コーヒーじゃなくてコロニーですよ。サバイバルコロニーっていつやりますか。だからコロニーサバイバルね。今回も面白い。嬉しいね、これ。ぶっちゃけやっぱり彼女っているんですかって。いねえよ。いきなりどうした？キュッキュッ、なんていうの、話が関係ないよね、明らかに。この間で何があったんだろうっていう。寝る前にポッキーの動画見るのが習慣になった。いや、これ嬉しいですね、本当に。寝る前に見てんの今。じゃあうるさくしちゃうよ、せっかくライトもあるし。いくよ。なんかこうやったらマジでパリピの。うわ、誰の動画これ。今日の名言、 I don't have a key。 あのね、これね、なんかすごいコメント欄で笑われたんですけど、そんなにヤバかったか。まぁ、ちょっと一回見てみるか、このシーン。 I don't have a key 笑ってんじゃねえ。いや、確かにひどいな。ポッキーさんの消したダンス動画が YouTube でとても話題ですよって。俺、最悪なんだけど、俺が消したくて消した動画が YouTube で話題になってるとか。いや、それよりもっと話題にしてほしい動画あるんだけどな、俺の動画で実況だけでなく、こういう動画も最近増えたから嬉しい。いや、これはもう本当に嬉しい。純粋にこの心コメントが嬉しい僕ってやっぱゲーム実況動画上げてて、ゲーム実況動画のチャンネルじゃないですか。なので最初は結構ね、反対意見もあったんですけど、まあ楽しいんだよね、こういう動画撮るの、本当に。だから撮りますよ。もう着せ替え買ってます。あ、そう、 LINE の着せ替えね、本当に買ってくれた方ありがとうございました。なんとね、ランキング、着せ替えランキング1位になったということで、めっちゃ嬉しい。面白そう。あ、嬉しいですね。面白いよ、バーカ何これ、何このコメント、なぜバカなのか。いや、本当そうだよいや、バーカっているか、バーカっているかなちょっと苛立ってたのかな、この人は。この時 YouTube 界の平和担当、そうでもないけどな、うん、荒れてやるか、荒れてやろうか、今から荒れてやろうか。ポキさんってみんなが笑わない時に笑うよね。これはね、本当にそうなんですよね。なんか笑う点ずれてるんですよね。なんか僕、変なとこに突っ込むんですよ。変なとこ突っ込んだり、変なとこで笑ったりするんですけど、なぜかそれを見て宮由さんが、あー、やっぱポッキーさんは目のつけるところが違うなーとか言ってるんですけど、多分僕はずれてるだけです。みんなは打ち上げ花火どこから見たい？あー、これ映画のネタね。なんていうの、横から見るか上から見るかみたいな、あれでしょ。マンションの11階に住んでるので、昨日近くの川でやっていた花火大会の花火、上から見れましたって。真面目か。動画の感想を書くのがコメント欄だと思うぞ。もう本当にいいこと言ってる、その通り。 I love NBA さん、もう本当にいい子。正直ね、動画に関係ないコメントとかは僕に Twitter のリプライでね、送ってくれた方が嬉しいんで、ほんと動画にはね、こうコメントで、なんていうの、その感想を書く、
4分10秒モザイク事件、6分15秒死ぬ、しょっぱなしのポキさん、6分50秒謎の死、お前も感想書いてないじゃん。しかもオチ言っちゃってる、オチって動画知る、オチまで言っちゃった。こいつ何やってくれてんの本当に。一番やっちゃいけないことしてるよ。あ、ん、どうした、長文失礼しました。うん、あの一番言いたいのがね、このコメントに高評価120もついてるところ、もう何でもいいんじゃん。 YouTube マンさん、ほう、私は YouTube の平和を守るヒーローだ。あの悲しいことですね、この方のコメントをスパムとしてブロックされてました。はい、全然守れてないぞお前平和、むしろお前悪とされてるぞ YouTube 上で。ということでご視聴いただきありがとうございました。本当にたくさんのコメントいつもありがとうございます。で、別件なんですけど、なんと僕のね、YouTube のチャンネル登録者が160万人を超えました。ありがたいですね、本当に。このコメントのコーナーって、やっぱね、結構、みんなちゃんとしたコメント書いてくれてんだよ、本当に。ありがたいことに。だから、まあ、ある意味、質問コーナーよりは地味なコーナーなんですけど、まあ、僕は好きです。ということで、また次回のね、こういったコーナーでお会いしましょう。次は俺、外出て動画撮りたいなって思うんですよ。できれば。なので、それをね、ぜひツイッターのリプライまで送ってください。案があれば、いい案があれば。こういうのしてっていうのがあれば、リクエストですね。してください。もしこの動画楽しんでくれたら、ぜひ、高評価ボタン押してね。じゃあ、ポッキーでした。チャオー。